こんにちは一瀬です今日は嬉しいニュースということでして以前からね話が出ておりました天皇皇后両陛下の国賓としてのイギリス訪問について、まあ、イギリス王室からのね正式発表があり、まあ、これでほぼね間違いなく6月の天皇皇后両陛下のイギリス訪問が実現しそうということですね。 報道によりますと4月27日のまあ日本時間ね午前2時に日本とイギリスで同時配信ということでしてまあイギリス時間では4月26日の午後6時ですかねえこの日英のねチームワークの良さも感じますしやはりそれだけね大きなニュースなのでまあ同時配信したというねそういったことかもしれません。 もうこれもね、イギリス王室の公式サイトで、えー、発表されましたので、もうどこからも邪魔が入らないし、まあ、潰されることはないと思うと、まあ、私もね、えー、安堵しております、えー。このニュースにつきまして、海外の記事を2つご紹介したいと思います。まずはロイターからです。えー、見出しが、日本のナルヒト天皇がイギリスを公式訪問するとバッキンガム宮殿が発表、えー、という見出しですね。 バッキンガム宮殿は金曜日日本の鳴仁天皇とその妻サ子皇后がチャールズ国王とカミラ女王の賓客として6月下旬にイギリスを公式訪問すると発表したこの発表は75歳のイギリス国王が2月にがんと診断され治療と療養を経て公務に復帰する予定であることを宮殿が明らかにした中で行われた。 声明によるとチャールズ国王とカミラ夫人はバッキンガム宮殿で天皇皇后両陛下を迎える予定だが国王の回復に対するリスクを最小限に抑えるための変更の可能性を考慮して訪問の詳細はまだ最終決定していないなと付け加えた日本の読売新聞は先月ナルヒト天皇とマサ子皇后がイギリスのリシ・スナク州との昼食会に出席し 天皇ご夫妻が1993年の結婚前に学んだオックスフォード大学を訪問する可能性があると報じた両陛下が最後にイギリスを訪れたのは2022年故エリザベス女王の国葬に出席するためだった2020年に計画されていたチャールズ国王とカミラ夫人の日本訪問は新型コロナウイルス感染症のパンデミックのため延期を余儀なくされた 以上が記事になります。えー、このねオックスフォード大学訪問については本当にね天皇皇后両陛下非常に楽しみにしておられることだと思います、えー。そして記事の最後の部分ですね。2020年にチャールズ国王夫妻が訪日の予定だったのはちょっと私知らなかったんですが、まあ、もしかしたらねこれあの天皇皇后両陛下が2020年にイギリスね訪問を計画されていたことを言ってるのかもしれません。 これね英語の原文の記事も確かにチャールズ国王夫妻が訪日の予定だったというふうになっているので、まあ、ロイターさんに限ってねこういった情報の間違いはないとは思うのでえもしかしたらですけどチャールズ国王夫妻も天皇皇后両陛下もお互いに、ね、こう日本とイギリスと、ね、お互いの国を訪問予定だったのかもしれないなと思っております。 チャールズ国王もねきっとねあの近所陛下に妙がありされて、まあ、令和になって落ち着かれてから改めて、ね、お祝いのためにまた日本にね、えー、ご来日を予定されていたのかもしれません。ということで次がタトラの記事になります。えー、見出しがチャールズ国王とカミラ夫人6月の国賓として天皇皇后両陛下をもてなす予定というね、えー、こういった見出しとなっております。 昨年冬の素晴らしい韓国大統領夫妻訪問の後特にチャールズ国王が本格的な公務復帰として日本の天皇皇后両陛下の訪問への期待が高まるだろうということが書かれております本文でございますバッキンガム宮殿は夏に盛大な国賓の訪問を予定していると発表したばかりだ 宮殿からの公式発表によると日本の天皇皇后両陛下を2024年6月下旬にイギリスに招待するというチャールズ国王からのご招待を受け入れたとのことです。この訪問はバッキンガム宮殿で開催され華やかで儀式にのっとったセレモニーが行われさまざまな趣向で国賓を最大限にもてなす計画である可能性が高い国王は日本との関係に関してはそれなりのつながりを持っている。 彼は皇太子としてこの島国を5回訪問しており、その中には、鳴、えー、人天皇の即位も含まれている。鳴、えー、人天皇は父、秋人上皇の退位を受けて2019年に菊野玉座に着いた。即位式では伝統的な儀式が行われ、えー、その後数十人の世界の王族が出席する豪華な晩餐会が開かれた。さらに国王は1990年の秋人上皇の即位式にも出席した。 国王の他の訪問は2008年、1986年、1970年にも行われた。国王になってから国賓として招待するのはこれが3回目で、1回目は南アフリカ、2回目は韓国だった。国賓訪問の予定はおそらく外務・英連邦開発省によって調整され、イギリス連邦と東アジアのパートナーに焦点を当てていることを示唆しているかもしれない。 韓国と日本との強い絆は中国の影響力に対抗する上で重要な手段とみなされている。日本の天皇皇后両陛下は2022年9月に故エリザベス2世女の国葬に参列された。これは天皇皇后両陛下にとって新型コロナウイルスのパンデミックの直前に行われた即位式の後の初めての外国訪問である。 葬儀の前夜の9月18日天皇陛下バッキンガム宮殿で各国首脳や海外公式賓客を対象に国王主催のレセプションに出席された6月下旬に予定されている訪問は実際には2020年春に予定されていた新型コロナウイルス感染症の影響での訪問の再スケジュールである王室の健康に関して非常に多くの困難が生じている中国王は間違いなく本格的な国王としての公務復帰に戻るこの機会を喜んでいるだろう 日本のような重要なパートナーの国賓訪問ほどふさわしい場所はないだろう。この訪問には戦略的な議論、議場録や行律の要素、多くの非公式で事前活動に基づく取り組み、そして公式晩餐会が含まれる可能性が高い。昨年の韓国訪問時の華やかな祝賀会に続き、ディナーの素晴らしさに注目が集まるだろう。えー、というような記事でございます、えー。タトラ様、いい記事を書いてくださって本当にありがとうございます。 まあ中でもね、締めくくりの部分ですね、チャールズ国王の国王としての公務復帰にあたり、日本のようなね、重要なパートナーの国賓訪問ほどふさわしい場所はないだろうというふうにね、えー、書いてくださって、もう本当にね、えー、こんなに落ちぶれつつある日本ですけれども、まだね、重要な相手国だと思ってくれてて、本当にね、イギリスの皆様、そしてタトラーの記者の皆様、嬉しくてね、体が震えれる思いがいたしました。 でもう一つ、ね、タトラさんの記事で嬉しかった点なんですがえチャールズ国王が皇太子時代に、ね、来日された時のお写真でえ高円宮家の久子さまと長野の、ね、森を散策された時のこのツーショット写真を、ね、使ってくださっていて、まあ、タトラさんよく分かってらっしゃるって、ね、思いましたこの時は、ね、日本とイギリスの外交関係樹立150周年を記念してのご来日だったそうでございます。 はい。ということでね、えー、素晴らしい記事、2本ご紹介をさせていただきました。本日は天皇皇后両陛下のイギリス訪問が正式に決定しましたよというね、嬉しいニュースのご紹介でございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけましたら、今後の動画作成の励みになりますので、よろしくお願いします。本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。